シェンファー。リョウ。満金堂のVIP会員の紹介状をもらった。会員が見つかったのね。ああ、旅社に泊まっているあの夫婦だった。ああ、でも紹介状を書いてくれたの？ああ、助かったよ。そうなんだ。見かけによらず親切な人たちなのね。まあ、そうだな。バッグを取り返したのが良かったみたいだけどな。そう。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。さあ、今回もシェンムー3進めていきたいと思います。お金がなくてね、VIP 会員になれなかったんですが、なんか知らん間にもう今日は門限になってしまったんで、強制期間です。あ、リンゴね、ゲットしないと。うまそうだな、もらっておこう。リンゴでも全然回復しないんだよね。さあ、今日もシェンファーが外で待ってます。な、これはもうなんか定例会なのかな、決まってんのかな、夜はここで話すって。ロビーで話した後、リョウ、長部にもメイメイ姉さんのと同じ店があった。メイメイ姉さんってパンダ市場のか？そう、木札といろいろな品物を交換してくれる店。ああ、景品交換所のことか。それはどこに？旅社の隣のゲームセンター、そこの2階にあった。ゲームセンターの2階か。どういうこと？これ VIP 会員になるための金が足りないから、お前稼いでこいよってことかな。なんとプッシュされてしまったシェンファーに、まあ、とりあえず今日は寝ましょう。さあ、新しい一日が始まりました。300元稼がないとっていうことで、実は稼いでおきましたよ、がっつりと。花鳥風月でね、多分300元足りると思います。今日はめちゃくちゃ金があるはずだけど、まだ。あ、はい、やべ、今日の宿代払っておくれよ。木札しか持ってない俺。すみません、多分。すいませんじゃ済まないよ。やべ、殺される。はあ。薪割りでもやって少しでも払いな。わかりました。何それ、強制イベントってこと？ほうほう、宿代がないからここで働く。やべ、マジか。金ないと出稼ぎに行かさせられんのね。ああ、とはいえもんなしではどうしようもない。いや、あるんだよ、寄付だわ。監禁してないだけだよ。マジか。じゃあ一丁巻き割るか、知らないから。巻き割りって何？巻き割りのバイトなんてあるんだ。おい、よし。これ何、ボタン連打するだけ？よし、すげえ。あ、いや、ダメじゃ。その調子。これ向きがあるのね。よし、なるほどなるほど。ああ、いや、その調子。よしよしよし、遠くなった。ああ、捕らえた。何それ、よし。ミート捕らえるとなんかいいことがあるんですかね。その調子、止まんなか。ミート捕らえました。うむ、任しとけも。あ、終わったわ。81、賃金49元、払える？これ足りない場合はもう一回やらさせられるのかな。巻き割りも難しいじゃろ。0円だったわ。その金をフロントへ持って行って敬礼さんにツケを払ってきなさい。もう提携所だな、はい、ここ。さあ、払ってもらおうか。くそ、今日はスタート。確かにつけた分全額もらったよ。これからはちゃんと毎日払うんだよ。ミスターは何、アヒル天国でできる。ああ、アルバイトね。巻き割りは長部旅社でしかできないんだ。
なるほど。あ、いたいた。今日も。リョウ。シェンファー。行ってきます。おはよう。おはよう。おはよう。リョウ、疲れてない？疲れてるわ。朝から薪割りだぞ。俺なら大丈夫だ。シェンファーは？うん、大丈夫。人の多さにもだいぶ慣れたから。そうか。慣れてしまったか。俺は行くよ。うん。今のとこまだ変わってないぞ、チェンファーも。安心だ。さあ、じゃあまず換金しに行こう。木札は大量に稼ぎました。あとはこれを換金するだけです。景品に変えて、換金か。3点方式だからな。中国、もう普通にあれなのかな？ギャンブルは合法じゃないのかな？あれでもカジノあるよね。日本みたいになんか反転方式で無理やり警察の目をくぐり抜けるみたいな遅くな方式なのかな。どうなってんの？日本以外にあんの？このギャンブル禁止って。あんまり気にしたことなかったな。あ、まだやってないわ。やってないなあ。そうか、12時過ぎないといけないのか。景品交換は、あ、ここでできんじゃない？景品カフェ。こんにちは。すみません。どうぞ。景品交換、2階へ上がってね。おう、2階に行くのね。見てくだけでもいいよ。入場無料だからね。いい眺めだから寄ってってね。そうですか。何を落としたんだ、リョ。押し切られて。またなにに交換すればいいんだ。とりあえず交換してもらおう。どうぞ。景品交換こちらですよ。ちょっとうぜ。景品交換、ただいまこちらの景品をご用意してますよ。うぜ、語尾が。あー、どうしたらいいんだろうな。今1万1000あるから、一番高いのにしときゃいいんだよ。この辺か。1万3000。スカジャンがある。伝統的なスカジャンだって。横須賀ジャンパー。これ、まあ、25年履き続けて色落ちした？いいえ、ストーンウォッシュで色を落としています。25年も履いてたら汚ねえジーパンだぞ。絶対嫌だよ。え？女主人がプリント。うわー、いたー。旅館の主人がプリントされた T シャツ、誰が買うんだ。面白いですね。じゃ、とりあえずこの9401個買って、交換。9400と、ん？ 9400？ この辺かな？これが1000。あ、もういけねえ。あと500。あ、いけた。あ、こんなもんでしょ。交換。待て、ワンピース買ったけど、これ量が、あ、着用不可だったわ。どう、え、これな、何用なのこのワンピースは。鑑賞用ってこと？こちらですね。どうぞ。またのご利用お待ちしてます。なんなんこいつ、煽ってんのかな。その景品は質屋さんで買い取ってもらえますよ。はい、どうも。質屋ね。よかったら行ってみてくださいね。質屋はどこにあるんですか。ここにはないのかな。あるよね、きっと近くに。これかな、質屋。なんか質っぽいもんね。なんじゃ、金に困っとるのか。質屋っぽいわ。仙人。わしもそんなには儲かっとらんが。意味わからん。そういや、セットで揃ってるものを持っとったら交換もできるぞ。あ、質屋じゃないっぽいな。買い取ってやれるのはこの辺りじゃな。アイテム850元。あ、いいのか。
ワンピース。これで991元。よし、オッケー。儲かった。安くてすまんが、まあまた何かあれば寄ってくれ。これひょっとして質屋の場所によって買取価格違うのかな。まあいっか。よし、これで VIP 会員になる。会費なのか発行手数料なのか知らんが。開くのは12時か。準備ができたぞ、300元。で今日もチャイナドレス娘を眺めながら12時を待ちましょう。出待ちで待ってるの量だけで3時間前からこの鳥羽城の出待ちしてる、オープン待ちしてるって、完全に寮ギャンブル中毒じゃねえ。さあ、いよいよ開きます。12時です。どうやって開くんだろうこれ。さあ開け、開け、開け、ウィーンって開くのかな。あれ、あ、来た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 、おお、開いたね、唐突に。さあ会員証をよこしてもらおうか。どうぞ。寄付だお求めですね。間違えちゃった。やめておきます。普通に話すんだったわ。そうですか。よし。紹介状をお持ちですか。ああ、これまたこのやりとりだ、はい。ご提示ください。これを見よ。これです。確かに。よし。では300元いただきます。しょうがねえ。わかりました。払います。それではカードを発行します。ご来店の際は必ずお持ちください。よし、発行できました。行くぜ、倒産会。お客様、 VIP カードのご提示をお願いします。カードか、これだ。はい、どうだ。 VIP 会員です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。開きました、オープン。こっちに移動するんだね。じゃあ行くか。しかしもう、ああ、寄付だわね。なんだこりゃ、何売ってんだろう。あれ、こいつらがレッドスネークか。違う、キャバクラみたいになってんぞ。しかも1シートだけ。万来軒で酒を飲んでたら日本人が空手の勝負を挑んできたのさ。怖い。それから、それから、その空手野郎はビール瓶を割って兄貴に襲いかかってきたが、来たが、来たが、兄貴は間一髪避けて反撃。たまげた空手野郎は一目散に逃げてったぜ。俺たちも追いかけたんだが、逃げ足だけは早いのなんの。虚偽だ。まあ空手つうのは逃げ足だけは早いってわけだ。おい、りょう言われてんぞ。ねえ兄貴。まあそんなとこだな。肯定した。すごい強いのね。おい、会ってしまった。おい、なんだっつうの、うるせえな。ま、兄貴、ま、またこいつです。また会ったな。てめえ、今度は勘弁しねえぜ。なんだこれ、いきなりバトル？荒いな。おお、2人相手か。こりゃ大変な騒ぎで。あ、なんかいっぱいいっぱいいて、やだな。あ、きついきつい。どうしよう。やべやべ、死ぬ。引け引け引け。なんなん、あー、ちょっとやべ、あー、これはまずい。こいつにずっとフォーカスしちゃってんじゃん。よしよし、あー、でもあとライフ1じゃもう無理だろ。いけるのか。いけなさそうだな。行ったか。僕がせい、おら、1対1でやらせて。あ、だ、あー、死んだ。ちょっときついなこれ。お前、こっちは4人だぜ。あ、分かってんのか。進行する。この前みたいにはいかねんだよ。
道場にでも行って一からやり直すんだな。いや違うよね、バッドエンドでね。やり直しさせてくれ。クンフーが足りない。これは道場で鍛えないといけないのかな。でも一応ここに戻るんだよね。なんだろう、ウィップ会になった。あ、これ戻ってるな。体力レベル2。この体力と攻撃力を上げてくればいいのかな。ちょっと上げるか。じゃあ、わかった、道場へ行こう。キョさん。おお、手合わせするのかい。する。お願いします。よっしゃ。お、上がった上がった。ああ、でも攻撃力か。体力はどうやって上げんだろう。でもとりあえず攻撃力も上げてかないとダメだよね。魔法か、やっていくか。寸剣か、やっていくか。よし、強くなっただろう、さすがに。何か食わないと。技書が今は手持ちにないので、これ以上攻撃力を上げることはできない。とりあえず一回行ってみるか。っていうか技書が欲しい、新しい。よし、修行して強くなったぞ。なんか数時間でこんなに強くなって、異世界転生の主人公みたいだな。よし、行くぜ。頼もう。すごい勢いで体力消費すんじゃん、走ると。よし、今度こそ勝てるだろう、さすがに。めっちゃ修行したぞ。やべやべ、全然じゃん。おい、死んじゃったよ、マジかよ。全然じゃん。やべやべ、そっちじゃない。よしよしよし、あと二人だ。よし、お前から来いよ。一人ずつだぞ。俺がルールだ。やべ、ちょっと下がる下がる。くんなくんなくんな。よし、あ、やべ、来い。くんな来るな来るな。やべやべやべ、いけるのかこれ。あと一発でも。あ、食らったら死ぬ。外した。よしよしよし、いけるべこれ。あー、でもこいつ体力万端だ。あとは普通に避けて。よし、これは慎重に行こう。よしよしよし、いけるいけるいける、これはいける。あ、やべやべやべ。よし、来いよ。来るなよ来るな、やっぱり来るな。いやー、やべやべやーべ、ギリだなこれ。あぶねあぶね。あー、やべやべ。あーあー、そろそろ死んでほしい。この体力をこの兄貴に取っとかないと。あー、よし、死んだろ死んだろ。いやー、きつい。勝って、慎重に行こう慎重に。よしよしよし、慎重に行こう、本当に慎重に行こう。
来いよ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 、やべやべ、あ、大技を二人して外してる。来い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 よ、俺から行った方がいいな。あ、やべやべ、あー、よしよしよし、これいけるべ、これいけるべ、焦るな焦るな焦るな、よしよしよし、いけるこれ、あ、やべやべやべ、あー、なにお前、いける、よっしゃー、いけたー、あぶねー、修行の成果だ、ハッカソンの石折氏だ、あー、ようやくいけた、あの親父か、事務所に、俺たちの事務所にいる、もうエンさんとか今正直どうでもいい、よし勝った、長かった、勘弁してくれよ、事務所の場所は長部旅社の裏から回って地図を書け、分かったよ、話さなきゃ書けねえだろう、早く話してくれよ、ダメだ話すな、拘束しろ拘束、エンさんの居場所はこれで分かったな、すげえ見張ってる、書けんのか地図が、なんでちょっとずつどつくんだ、量書けたか、書けたらしい、ほらや、いやーきつかった、4対1マジ危ねえ、あー逃げ去ってった、おい急げこれエンさん回収される前に、でも事務所にいるってことはもうやべえよな、俺出禁になってんじゃね、さあ今回はここで終了しよう、もうきつい、いや勝ててよかったマジきつかった、今回の戦いは何か食わないと、なんかシェンムー2とか1でこんなことなかったよな、結構きつかったぜ、さあというわけで今回はこの辺で終了して、次回エンさんを救いにこの地図を書かせた事務所に向かっていきたいと思います、じゃあお疲れした、バイバイ。